鬼滅の刃、日の神血風譚。さあ、行くぞ。よし。さっぱりしたな。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎。お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵。サビトとマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤笠根山。こんばんは。皆様、この藤笠根山には入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。あの四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。貴様、塊の人肉だ。鬼の動きが見える。鬼の動きが見える。今の俺ならできる。
一度。まずい。何の見えた。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。なんだこの腐ったような匂いは。わけわかる。血の匂いだ。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。木が倒れて通れるようになってる。ありがたい。利用させてもらおう。
任せておけ。俺様最強！判断が遅い。任せたぜ。ここはわしに任せておけ。俺が相手だ。ここはわしに任せておけ。勝負あり。三本目。開始。と。と。仕掛ける。いざとなったらわしを呼べ。
勝負あり。そこまで。鬼滅の刃、日の神血風譚。